一階商店王道新東京ビルジングは東京都千代田区丸の内3丁目に所在するオフィスビルである。日光証券は昭和30年代前半の岩戸景気で教養を拡大していたことから事務所を沈借していた三菱辞書に対しスペース拡大の強い要望を出していた。これに応じるべく1896年春工の三菱東7号館。 1912年春行の三菱中6号館、1910年春行の三菱中8号館、及び1914年春行の三菱21号館の建て替えを決定した。このうち南東側にあたる21号館はテナント移転の都合で第二期計画として建設されることとなった。1961年8月より東7号館、中6号館、 中8号館が順次解体されたが、岩と景気がもたらした輸入の増加により、国際収支が悪化。政府は建設投資調整協議会を設置し、不要不急の一定規模の建設投資を抑制する方針を示した。三菱辞所は本建て替え案を含む丸の内の改造は、駐車場を設置、丸の内中通りの拡幅による交通対策や地下に、 東京電力の変電所を設けるなど公益に資するとして建設省の担当部署である住宅局と協議を重ねた。その結果、三菱21号館部分の建設を延期することで工事継続の了承が得られた。1961年11月15日に地震災を挙行。大成建設により施行され、東側上にした。 L 字型の建物として1963年6月24日に、春光、新東京ビルジングと命名された。その間の1962年秋には、輸出が改善したことから、建設投資抑制政策は解除され、1963年9月からは21号館の解体にも着手し、1965年4月28日に、全面完成。同年5月には、 低層階の商店街もオープンした。建物内に、八橋六郎作のモザイクが、最運流れがある。当初の予定通り、日光証券本店が入居したほか、解体された旧建物のテナントも、規模を拡大して、再び入居した。2016年現在、SMBC 日光証券本店の、他吉野石光本社などが入居する。ありがとうございます。